FX やってる人、ほとんどの人が、難しく考えすぎなんですよ。教科書通りにね、水平線引いたからって必ずその水平線が機能するわけでもないし、大きな相場の波の中でこの頭と尻尾の部分を触れてやれっていうマインドで、このチャートをね、フラクタル構造として見ていくっていう考え方はすごく大切で、自分が確信を持てる値幅だけをサクッと狙っていく。こうなってきた場合、単純にこの水平線だけを過信してエントリーをしてしまうんじゃなくて、はい、どうも翔です。今日は2月の17日金曜日です。時刻はもうすぐ土曜日になるのかな、11時過ぎです。チャートの方まだ動いてるんで、このタイミングでね、今週のチャートをもとにドル円の環境認識を行っていきたいと思います。 FX やってる人、ほとんどの人が、難しく考えすぎなんですよ。もっとシンプルに捉えてほしくて、僕の YouTube を見て FX のトレードを行ってる方、結構真面目な方が多くて、真剣に取り組んでるっていう意味ではいいことなんですけど、難しく考えすぎてる方が多くて、できるだけシンプルにね、最終的にはこれまで得た経験値をもとに直感が頼りになってくるので、教科書通りにね、水平線引いたからって必ずその水平線が機能するわけでもないし、いくらセオリー通りのトレードをしていたとしても、急なファンダによる影響で予想もしない動きをしてしまったり、ね、正解もないし、何が起こるかわかんない相場の世界で、今この FX っていうツールを使ってお金を稼ごうとしてるんで、これまでね、学校で学んできたこと、会社でやってきたこととは全然違う世界なんですよ。だからこそ、これまで培ってきた経験や価値観は一旦捨てて、この FX と向き合ってもらえたらなと思います。今日足で見てるけど、先週ね、ずっと下降相場だったものが、今直近の最安値を作った起点の水準まで上がってきてる。なんで先週までのこの下降の波が短期的な上昇の勢いで今崩れかかってるとこですね。でその起点付近まで来てる状態です。この FX のトレードを行う上で、テクニカルでトレードをしていくんであれば、何度も言ってるんですけど、このチャートをね、フラクタル構造として見ていくっていう考え方すごく大切で、今日足でこういう波が出てて、この長期の波で言うと上昇の波が出て、今一旦下降の波が出ていた。この下降の波に対して、少しね、上方向にブレイクしているような状態で終わってます。大事なのは、無理に上位足の波に乗ろうとする必要はなくて、この大きな相場の波の中で、自分が分かりやすい波、自分が得意な波に最初からこの最後まで乗ろうとするんじゃなくて、仮にショートで狙うとしたら、山の頂点から一番下のね、この谷の部分まで狙っていくんではなくて、この頭と尻尾の部分をくれてやれっていうマインドで、自分が確信を持てる値幅だけをこうサクッと狙っていく、そういったスタンスでね、やってもらえたらなと思います。だから下方向を狙うとき、ショートで入るときは、なるべく高いところで売りでポジションを持って、なるべく安いところで買い戻す。こうすることで大きな値幅は狙っていけるんだけど、ただそのトレードをするときはどうしても短期足の流れに対して逆張りになるんですよね。上昇の波に対して、ここで反転するだろうっていうところでショートを入れなきゃいけないんで、そこまで狙うときはそこまで行かずにまた再度ね、上昇していくパターンもあるんで、端から端まで狙うトレードのやり方ももちろんあるし、美味しいところだけをサクッと狙うトレードの仕方もあるし、僕の場合はエントリーの仕方、2パターンあって、成り行きでね、チャート見ててその場面で入るっていうやり方と、なるべく引きつけて差し値で入るっていうパターンと2パターンあるんですけど、これもその相場状況だったり、その時間帯だったり、自分がチャートを見るタイミングだったり、そういった自分のライフスタイルによって使い分けていけるんで、そのあたりもどっちも説明していけたらなと思います。ってことでちょっと話がそれたんで、上位足から順番に見ていきたいと思います。結果何が言いたいかっていうと、あんまり難しく考えずにシンプルにね、この FX っていうマネーゲームを楽しんでもらえたらなと思います。割と気楽にやった方がお金稼ぎやすいんで、あんまり力まずにトレードに励んでいけばいいかなと。現状冷やしてみると、この下降の波はもう終わってますね。ここにこういった下降の波が出てて、でここね、最安値、ここ重要ね、最安値を作ったこの起点の水準、ここを今
こう上に抜けた状態になってるんで、日足では今現状目線は上に切り替わってるっていう状態です。なのでこの辺りを起点として今上に切り替わってる。で、水平線の更新は現状ないけど、ここが転換点となって目線が上に切り替わってる状態です。このね、日足のここの下降の波が今崩れて上方向へのバイアスが強くなってる状態です。で、次4時間足、さっき見てた日足の波はこうやってフラクタルに見ていくっていうのが大事です。一旦日足で一通り水平線を引いたら、仮足である4時間足に落として、4時間足で一旦日足の波をイメージするためにこうやって描いてみる。すると、その中で仮足でどんな動きをしているのか、日足の上位足の波に対して仮足がどんな形で波形を描いているのかっていうのが、まあ、なんとなくねイメージできるようになってくると、チャートを見た時にここからここの値幅をどの方向に狙っていけるなっていうのが、まあ、パッと見でね見えてきたりするんで、このワークは癖づけてほしいなと思います。で、4時間足で今こういった上昇トレンドが出てる状態、直近で見るとこの値幅で水平線引いてたけど、ここに大きな下降があって、この中でね方向感のない動きをずっとしてたけど、一旦ここファンドで急上昇が入って、ここの大きな下降のこの起点付近まで上がってきて、でここがレジスタンスになり、一度半値付近まで戻してたんですけど、ここからね再度買いが入って、でもう一度ここの水準試して、押し目を作って強くブレイクしていってる。なので4時間足で見ると、僕の概念で言うと、ここをブレイクした時点でしっかり上目線に切り替わって、でさらに日足で見てもここの水準っていうのは目線の転換地点になる水準だったんで、この時点で4時間足で見ても日足で見ても目線が上に切り替わってるっていう状態です。で、水平線を引くと、ここをこうこんな感じかな、一旦引いてみますね。1時間足消しちゃう。この週足で引いてたこのピンクのこの水準と1回目のブレイクのここ、こんな感じですね。で、1回消していくと、ここを起点として1回ブレイクして押し目を作って再度上昇して、ここが転換地点になる水準、一度ここのファンダでこの水準まで来て再度レジスタンスされてる。で、そこを一度ブレイクした後に押し目を作って、ここがレジサポ転換になり、でここから上昇の勢いが強くなってる。綺麗に水平線引けますよね。で、戻してる。ここはさらにね、サポート入れば、また上昇していく勢いになるのかもしれないです。で、割とここで、押し目買い狙ってる人、結構いるんじゃないかなっていう水準です。なんで、今、現状、日足、4時間足では、上方向に、バイアスが向いてます。で、これをもとに1時間足にできます。1時間足。さっきの4時間足の波が、ほとんど1時間足でも、同じような波形を描いてるかな。4時間足と1時間足、あんまり水平線いくとこ変わんないかなっていう状態です。11時間足で波形を描くと、まあ、ブレイクしてね、こんな感じで。ほぼ一緒だから、引いても引かなくても、どっちでもいいかなと思います。なので、まあ、セオリーの戦い方で言うと、ここね、1回、2回レジスタンスされて、で、ブレイクしたこの水準に、一旦戻ってきてる。ここでもう一気にサポートを期待して買いでポジションを持ってしまう。ただ下方向に抜けた場合、この最高値を作ったここの起点を下に抜けるまでは、一応まだ目線は上、上昇トレンドの継続っていう風に見ていくんで、下に抜けてもまだそのシナリオ自体は生きてるんですよ。ただここで買いのバイアスが弱くて下に抜けてって、この起点付近まで来た時に結構な値幅になるんですよね。で、次に堅実に前回の高値まで狙っていったとしても、ここの値幅、リスクリワードで言うとほぼ1対1くらいなんですよね。こうなってきた場合、単純にこの水平線だけを過信してエントリーをしてしまうんじゃなくて、今のここの短期的な下降の波が上方向に崩れるタイミングを狙って買いでポジションを持っていくっていうのが、僕としては一番おすすめのやり方かなと。今こう話してる間にここ下に抜けて、ちょっとこう買いのバイアス弱くなってますよね。そのまま落ちてきて、ここがサポートになるかもしれないし、途中で急激に買いが入り一気に上方向伸びていくかもしれないし、ここの起点もね下に抜けて下方向に落ちていくかもしれないし、まあ
いろんなパターンが想定できるんで、仮にここの上昇の波に、まあ、上方向に入っていくっていうのを、まあ、自分のシナリオとして決めたんであれば、エントリーの仕方、例えばチャートを見ていられないんだったら、一旦ね、ここで買いでポジションを持ってしまって、ある程度落ちたところでもう損切りをしてしまう。この場合、僕が一番おすすめするのは、ここの上昇の波が崩れた瞬間、今1時間足だけど5分足とか1分足に落として、ここの下降の波を上方向にブレイクしたところ、こういった下降の波に引ける下降トレンド、ここをブレイクしたところでもう入っちゃう。僕的にはこういうやり方が一番かなと思います。でせっかくなんで、ちょっと買い足に落としてみていきますね。今、下方向ブレイクしてますよね。5分足で見ると、こう結構下降の勢い強くなってるんですよ。この5分足の下降の波、このまま落ちてったらサポートになりそうなところで言うと、直近でこんな感じですよね。こう綺麗にトレンドができてる時っていうのは、下降トレンドだったら、この下降の波に引けるトレンドラインと、21SMA、だいたい同じ水準に来るので、一旦ねトレンドライン引いてみて、まあ、ある程度根拠になりそうなところがサポートになって、その後上がってきて、でブレイクしていったら、一旦そこでポジションを持ってみるっていうのがありかなと思います。まあ割と僕はそういった入り方をしますね。戻ってくるまでの値幅が結構ありそうだったら、もう一旦スキャルに切り替えて、例えばここのショートをねサクッと次のサポートになりそうなところまで狙っていったりとか、そうやって臨機応変に、ね、戦略変えてスキャルやデイトレをこう組み合わせながらやっていくっていうのも全然ありなんで、その時は自分の最大許容損失額に合わせたロットでねやってほしいんですけど、そんな感じで見ていってもらえたらなと思います。はい、そんな感じで、今回の動画参考になったっていう方だけでいいので、 YouTube の高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。あとね、動画の概要欄にある LINE 公式登録して、自力でお金を稼ぐための知識やマインドも身につけてみてください。はい、今日はこれで以上です。それでは。